前回が薬の処方はなしで、目薬は今日から風邪薬が入って熱が下がっていて、こんにちは、そこにおかけになってください。忘れずに健康診断来てくださってありがとうございます。お久しぶりです。身長体重はもう測定済みですね。私の方からはまず簡単なカウンセリングをしてから、視力や聴力を検査したり、最後に採血をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。じゃあ簡単な質問をいくつか行いますので、答えてください、まず前回同様に喫煙習慣は今もないという状態でお変わりないですか？はい。と、食事は1日何回とりますか？やっぱり1日2回ですかね。朝は時間がないということですね。はい、食事のバランスは取れていると思いますか？しっかりお野菜も取れていますか？あまり取れてないですか？はい。運動習慣はありますか？なるほど。一応ジムの会員ではあるけど、最近全然行けてない。はい。じゃあ、睡眠時間はどれくらい取れていますか？6時間取れたらいいくらい。はい。なるほど。はい。あ、忙しい時で4時間くらいになっちゃうんですね。はい。日中に集中力が切れたりとか、イライラしちゃうということはありませんか？睡眠不足の時は集中力が持続しない。まあでも基本は大丈夫。はい。その他何か体調面とかで気になることはありますか？大丈夫そうですか？はい。じゃあ早速簡単な検査の方に入っていきますね。じゃあまずは、ウエストサイズを測りますね。普段はお酒飲まれますか？あるいは甘いものって結構食べたりしますか？甘いものはあんまり食べないけど、お酒は結構3日に1回くらいのペースで、はい、飲まれるんですね。お腹周りに脂肪がつくと、年齢が上がるにつれて取れにくくなってくるので気をつけてくださいね。
じゃあ測るので T シャツを胸のあたりまで上げてください。はい、じゃあ失礼しますね。74.2 ですね。はい、下ろしてもらって大丈夫です。だいたい成人男性の平均が72から73ですので、まあほぼほぼ平均です。ただ、結構頻度高くお酒飲まれるということなので、年齢がこれから上がるごとにより気をつけていてください。はい、あと身長体重はもう測ってあるということなので、後で結果の際にBMI の数値も、出しますね。あ、次は、視力検査をしていきます。はい、コンタクトはしてないですよね。はい、普段メガネもされてないですか。あ、視力には自信があるということですね。はい、わかりました。じゃあやっていきましょう。ではここはわかりますか？正解です。右、斜め、上ですね。じゃあ、ここはわかりますか？ここも右、斜め、上です。じゃあ、これわかりますか？左、お、正解です。ここの文字何かわかりますか？つ、正解です。じゃあ一番下わかりますか？一番下はわからない。じゃあ一個上はわかりますか？右、はい、正解です。視力は問題なさそうですね。普段デスクワークが多いんですか？結構目の疲れてきたりしますか？なるほど。ブルーライトカットメガネをかけて一応対策はしているということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に軽く瞳孔の動きをチェックさせてもらいますね。このライトを使って見ていくんですけど、直接ライトを見ないように気をつけてください。はい、一回目を閉じていただいて、ではまた開けてください。パチパチパチとしていただいて、はい、ではこちらの目から見ていきます。失礼します。眩しいですよね。瞬きしても大丈夫ですよ。させてもらいますね。直接見ないようにお願いします。失礼します。もう少し頑張ってください。
旦休憩しましょう。こちらの目もパチ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 。じゃあ最後にもう一回だけちょっと見させてもらいますね。こちら側の目いきますよ。あと少し頑張ってください。はい、こちら側の目をパチ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 、はい、じゃあ最後ラストこちら側頑張りましょう。失礼します。疲れちゃいましたね。じゃあ両方の目をパチ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 。大丈夫そうですか？目がしょぼしょぼしちゃいますか？すみません。瞳孔の動き大丈夫そうですね。聴力検査していきますね。お耳にこちらのイヤホンをつけさせてもらいますね。はい、しっかりはまっていますか？大丈夫そうですか？じゃあピーという音が鳴ったら、はい返事してください。ちょっと待ってくださいね。それでは音が鳴ったら返事をしてください。ありがとうございます。じゃあ外しますね。耳もしっかり音を拾えていますね。日常生活の中で何か聞こえづらいなと思ったこととか、前より悪くなったなとも感じたことはないですかね？大丈夫そうですか？はい。じゃあ次に、前回はなかったんですけど、呼吸機能の検査をしていきますね。では今からこちらを加えてもらって、息を吸って吐いてってしてもらいます。で、ちょっと肺活量の検査をしていきますね。ここは座れないということなので、まあよっぽどのことがない限りこの検査で引っかかることはないと思うんですけど、はい、頑張って息を吐いてください。
一度深呼吸しましょう。は、息を吸って吐いて、じゃあもう一度息を吸って吐いて、はい、ではお口をあーんとしてください。はい、では息を吐くときは必ずおよそ10秒間は頑張って息を吐いてください。いきますよ。それでは息を吸って吐いてください。ありがとうございます。ではまた深呼吸してください。肺活量にも問題はなさそうですね。最後は採血を行っていきます。今回採血するのは左腕でよかったですか？はい、じゃあ左腕に針を刺して採血させていただきますね。注射とか、まあ、針は苦手ですか？そうですよね。大丈夫な人はちっちゃい時から大丈夫ですし、苦手な人はずっと苦手ですからね。じゃあすぐ終わりますので頑張っていきましょう。じゃあそれをまくってもらっていいですか？はい、ちょっと消毒しますね。少しチクッとします。すぐ終わるので、はい、頑張っていきましょう。肩の力抜いてくださいね。はい、ありがとうございます。ちょっとこれで押さえといてください。じゃあ絆創膏貼っておきますね。はい、ありがとうございます。頑張りましたね。血液検査とか詳しい結果は後日郵送になりますので、もう少々お待ちください。はい、と、身長と体重の数値が送られてきたのでBMI の計算をしてみますね。とウエストが74で、身長は173.5センチメートルで、体重が62kg ですね。で、BMI の出し方が体重割る
身長の2乗、体重割る身長の2乗なので62÷1.73 の2乗ですね。ちょっと計算するので待っててください。だいたい 20.7 ですね、 BMI が。一応身長が173、体重62で計算すると BMI の数値としては 20.72 になりますね。はい。一応 18.5 から25が、まあ、適正標準普通の数値ですので、まあ、その数値の範囲内なので痩せすぎでも太りすぎでもないという感じですね。はい。今の身長体重を維持していただければ、生活習慣病とかにはかからないかなと思います。はい。先ほどカウンセリングで1日2回の食事と言っていましたが、昼夜ですよね。お昼はお弁当作ったりしますか？大体コンビニかランチでラーメン食べに行く。なるほど。で、夜はもう結構ウーバーイーツとかしちゃう。はい、なるほど。じゃあ外食が多めということですね。うん。それに加えて夜はお酒を飲むという感じですね。一応、最近睡眠時間も少なくなってきているということですので、はい、食事や睡眠がしっかりと取れていないと、今結構若さで保っちゃっている部分があるかもしれないんですけど、はい、今後は昼か夜どちらかはせめて野菜も含めてバランスのいい食事をとるなり、あとは睡眠時間は最低でも6時間を毎日とったりと意識していただければいいなと思います。はい。その他詳しい結果、血液検査などの結果は後日郵送で送りますね。はい。その他何か聞いておきたいことなどはありますか？大丈夫そうですか？はい。じゃあ健康診断は最低1年に1回は必ず受けるようにしてください。はい、ではまた待っておりますのでよろしくお願いします。はい、ではお大事になさってください。お疲れ様でした。